はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日のウィニングイレブンアプリはこちら、ヤンマさん、シーズンマッチ眼中にないということで、間違いないです。はい、シーズンマッチはね、やっても特にメリットはないんですけど、たまにツイッターとかでね、めちゃめちゃシーズンマッチ進めてる方いて、まあそれはそれでなんかすげえいいなって思っちゃう自分もいますね。はい、ただ初心者の方とかね、シーズンマッチは基本的にやらなくて大丈夫なので、イベントとかをガツガツ進めていきましょう。はい、ということで先週のロッククイズいきましょう。今日はこちらの選手、はい、先週のロッククイズね、最近あんまり誰もやってないんじゃないかって僕ビクビクしてるんですけど、まあたまにねコメントとかで書いてくださるので続けていこうかなと思います。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後か概要欄に書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画早速行ってみたいと思うんですけど、いやー来ましたね。なんかすげー豪華っぽいガチャ来ましたけど、どうですかこれ。はい、ヨーロピアンチャンピオンシップスターズ、ボリューム2ボリューム1ということで、ボックスドローが2つやってきました。で、これですね、おそらく、CL ガチャになるのかなと思っていて、CL のねライセンスが切れちゃったんで、チャンピオンズリーグって名前が使えなくなっちゃったんですよね。これかわいそうだなって思ってたんですけど、ヨーロピアンチャンピオンシップっていう名前で、ボックスドロー来てました。いやーこれなんかねエロい、背景がエロくないですか、この紫の感じ。これちょっとね僕ムラムラっとしちゃいましたね、見た時に。まあ、ここだけの話なんですけど、まあ、女性の下着で何色が好きって言われたらやっぱ紫って答える。まあ、皆さんも多分そうだと思うんですけど、やっぱねそのぐらいちょっと紫っていう色はちょっとエロティックさが出てくるななんていう風に思ってましたね。はい、まあマジで本当にしょうもない話からスタートしていくんですけど、はい、そんな感じで、で今回はですね、このボリューム1とボリューム2をちょっと徹底比較して、そもそも引くべきかどうかっていう話と、引くとしたらどっち引くんですかみたいな話をちょっと僕なりに分析してきましたので、見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、まあざっくり見ていくとですね、これチーム単位で、ボリューム1ボリューム2に分かれていて、でこれですね、僕のツイッターのフォロワーさんがリプで送ってくださったんですけど、こんな感じみたいですね。もしかしたら若干間違いあるかもしれないんですけど、まあ、ざっくり僕も見た感じこんな感じかなと思ってて、まあ、ボリューム1がこのバルサから、アテネまでの15チーム、そしてボリューム2が、レアルからヤングボーイズまでの16チームということで、まあ、こんな感じで、チーム別で搭載されているという感じになります。はい、ボリューム1とボリューム2一気に来るとは思わなかったですね。はい、で、確率に関してなんですけど、まあ、一気に比較しちゃいましょうか。はい、こんな表を作ってきました。で一番左が GPエージェント、まあ一応参考程度に出してて、ボリューム1ボリューム2ということで、左右となっております。で、実は確率全く一緒です。はい、黒率金率銀率全部全く一緒で、黒の確率が 19%、 そして、金以上の確率、黒プラス金ってとこですね、一番下は 60.5% ということで、まあ本当に変わらず、この確率になってるという感じです。でこの確率で言うと、まあ2018の中だと、真ん中よりちょっといい方ってイメージですかね。黒率 20% 前後出てれば、まあいいガチャではあるので、別に全然悪くない確率になってるかなと思います。はい、なんですけど、まあ皆さんね、ちょっとアップデート前ということで、前もちょっと出したんですけど、やっぱ黒昇格の選手どんだけいんのっていうのも、結構ガチャで重要だと思うんですけど、それも含めるとですね、こんな感じになってます。はい、で、増えたのがですね、この黒金の下に、うち黒昇格っていうところと、あと確率のところにね、黒プラス黒昇格率っていうのを出してるんですけど、ここが結構今回面白いですよね。ボリューム1はなんと18選手いるんですよ。ざっくり見ていくとこんな感じですね。アスピリクエタ、インモービレ、クリバリ、ジョルディアルバ、マノラス、ウンティティ、サウール、あとは、エデルソン、モライス、ジェズス、マルキーニョス、サネ、オタメンディ、パウリーニョ、スターリング、あとは、トーバン、フェルナンジーニョ、なんたらかんたら、ムバッペとか、はい、いっぱいいるんですけど、ちょっとまだ下にもいるんですけど、はい、こんな感じで18選手、いてですね、逆にボリューム2の方は少ないですね、9選手ということで、ここですね、実は2倍ぐらいの差がついてると。で、黒昇格ですね、2019になるタイミングで全部で31人いるんですけど、今回 CL 今回のガチャに27人登場していて、登場してないのが、ミリンコビッチ、サビッチ、キミヒ、レーノ、ベルナ、この4名ですかね。はい、これ以外の27名は全員出てきてる、というような形になってます。はい、でこれを踏まえると、まあ見てもらったら分かるんですけど、ボリューム1の方が確率いいかなっていうのが、分かってくるかなと思います。で、まあ、もちろんね、手持ち更新どうなるかって分からないんですけど、黒昇格の選手を金で今のうちに手に入れるっていうのはすごく大きいことなので、この辺も視野に入れていただきたいなと思ってます。ちなみに今回で言うと金降格の選手っていうのは全く考えていなくて、なんでかっていうと、金降格の選手たちは一応現状2018では黒で使えますし、落ちても結構金の有能選手になるので、まあ一応今回は考えない
という前提でお話しさせていただきます。はい、そんな感じで、大体ですね、確率分かっていただいたと思うんですけど、その上で今後の展開一応考えておくと、実は先週僕 20% 前後ぐらいのガチャ続きそうって言ったのを覚えてる方いますかね。で、やっぱり予想通りなってきたなっていうところで、ちょっと予想当たって嬉しかったんですけど、まあこんな感じでおそらく2019アップデ前は割といい確率のガチャが続いてくるかなとは思ってるので、まあ内容の予想とかはできないですけど、引き続きこの予想でいきたいなと思ってます。結論として引くべきかというところで、ごめんなさい、ちょっと長く話しちゃってるんですけど、まず引く前提でどっちを引くかというのであれば、ボリューム1の方が僕は全然おすすめです。はい、黒の実は雷の数も多いですし、さっき見たようにね、黒昇格率も考えると 5% 近くボリューム2とボリューム1で差が出るので、こっちの方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、そんな感じで、ただですね、そもそも引くべきかというところなんですけど、まず、個人的な感想としては引いてもいいガチャの確率だとは思ってます。はい、最初にも話した通り一応 20% 前後出てるので、そう考えるといいですし、黒昇格含めるとね、今回 30% 弱ということで、まあ3回に1回一応黒昇格もしくは黒が出るって考えるといいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ難しいんですよね。このぐらいの確率は今後続いていくってことを考えると割とスタンダードになるので、ちょっとふわっとした言い方なんですけど、引いてもいいガチャだとは思うけど、積極的におすすめのガチャでもないってイメージです。はい、まあそのぐらいで考えてもらうのがいいんじゃないかなと思ってますね。もうちょっと踏み込んで考えるのであれば、どうせ 20% 前後の確率でそんなに大きな確率が変わるガチャ来ないのであれば、あとはね、自分の課題ベースとか好みの選手ベースで考えるのがいいんじゃないかなと思ってて、まあ今回で言うと、さっき挙げたようなね、チーム別で搭載されている形になるので、例えばね、このボリューム2で例えばですけど、レアル、ユーベ、トッテナム、ユベントス、リバプール、この辺が好きなんだよねって方だと、ボリューム2とかドンピシャじゃないですか、っていう風に考えて、まあ確率もいいし、ボリューム2引こっかなっていうのもありだと思います。逆に例えば選手ベースじゃなくて、ちょっと中盤の選手補強したいんだよねって方は、今回ね、ポジション別とかでは全くないので、今回ちょっと我慢して、まあ来るか分かんないですけど、グレートパサーとかが来るのをちょっと待ってみたりとかっていう感じで考えてもらうのがいいんじゃないかなとは思ってます。はい、ごめんなさい、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、そんな感じになります。はい、ということで、ちょっと不甲斐ないんですけど、引いてもいいガチャだと思うけど、積極的におすすめはしないっていうのが結論です。はい、ということで、めっちゃ長くなっちゃったんですけど、2回ずつ僕は引いていこうかなと思ってます。今回ちょっと説明がメインなのでね、ガチャはちょっとメインじゃなくて、まあガチャはちょっと生放送とかね、別の企画で楽しみにしといてくださいよ。ということで、まあ運試し程度でね、2回ずつ行ってみたいと思います。行きましょう。さあ、ボリューム1からですね。さてさてさて、ガチャめちゃめちゃ楽しい、ガチャの時間が一番大好き、行きましょう。ゴー。さあ来い、黒打ち抜いていこう。せっかくならね、金玉と金玉の間の金玉、はい、誰でしょう。ライドウィング、スターウィング、ラヒム・スターリング。はい、オッケーオッケー。黒昇格ですね。こちらも。はい、スターリング選手。まあ、これですよ。やっぱり、ボリューム1のね、楽しみというか、黒昇格率も含めて28% なので、まあ、3回に1回出るということでね、スターリング早すぎということで、やっぱね、早い選手っていいですよね。はい、ということで、スターリング選手。僕、なんだかんだ、ほぼ手に入れたことなかった気がするんで、これは残しでいきたいなと思います。ということで、ボリューム1もう1回いきましょうか。いや、楽しいね。やっぱガチャ楽しい。さあ、行きましょう。ゴー。さあ、来い。せっかくなら黒ね。いや、黒のね、団子三兄弟通り過ぎて金と。さあ、誰が出る？来い！ OMF！ ハビエル・パストーレ！パストーラない、パストーレ！ということで。はい、パストーレ選手ですね。まあまあまあ、パストーレ選手も結構強い選手ではありますよね。適性結構広めで、能力はボールタッチとか、あとは瞬発、コンディション安定度5ということで、はい、ありがとうございます。そんな感じですかね。ということで、ボリューム1は金2枚でしたけど、一応スターリング黒昇格ということで、まあ、まずまずの引きだったんじゃないかなと思います。では、ボリューム2行きましょうか。ボリューム2ね、まあ、狙いの選手は特にないんだけど、ベイルとか持ってないんで欲しいですね。はい、ということで、1回目行きましょう。ボリューム2、ゴー！さあ、来い！おっと？おっと？黒行こう！黒行こう！来い！いやー、ずれない！ずれないんかい！センターバック、マルコス・ロホということで。はい、ロホ選手ね、まあまあまあ、ロホ選手はまあ普通かな。はい、金のセンターバックの中だと、まあ真ん中ぐらいかなって感じですね。はい、ありがとうございます。ということで、さあ、ラストいきましょうか。ボリューム2ラストいきますか。さあ、なんとかね、締めていただきたい。説明ちょっと長かったですけど、最後ガチャ動画しっかり締めていきたいということで、いきましょう。ゴー。さあ、締めて。オッケー、来た。うわーってやつ来ましたね。オッケーオッケー、来た。黒昇格、黒昇格じゃない、黒確定、黒確定演出、サクル、誰誰誰誰、ブラックボール、来い。さあ、誰、来い。
いや、ブッフォン、ブッフォンさん、マジかい。まあ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 、でもありがとうございます。はい、パリサンジェルマンに移籍したブッフォン選手ですね。はい、まあまあちょっと能力ね、来作結構下がっちゃいますけど、まあレジェンドということでね、はい、嬉しいかなと思いますね。ブッフォン選手、まあまあまあありがとうございます。黒を打ち抜けてよかったなということで、まあ黒率も悪くないですし、金昇格も多いということで、最後は皆さんの手持ちのコインとかいろんなもので判断してもらうのがいいとは思うんですけど、一応僕の意見こんな感じでまとめさせていただきました。ということで今回ですね、動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ローリングパイパイ。